ほら、あった、あった。素敵。いかがですか？バッチリです。バッチリ、はい。ついに甲子園、はい、来たけど、どう？意気込みは？あ、意気込みですか？もちろん勝つ気で来たんで、もちろん勝ちたいと思います。目標というか？目標ですか、うん、もちろん勝つことは当然なんですけど、やっぱ KO とか狙いたいですね。こんにちは。なんか落ち着いてる。そうですね、今はまだ基本落ち着いてますか。はい、やば、でかっ。じゃあ、もう KO で。そうですね、KO、できれば KO で倒したいですけど、やっぱ相手も強いと思うので。見合ってしまって、あんまり手数出せなかったところが自分でもちょっと情けないです。30対29、青石田ウィナジャッジ豊永、手数なさすぎない。すいません、冷静にやっていこうと思います。完全にミスです。最後どんどん自分から手が変わるから。はい、すいません。ダイナマイトやな。よし、はい、頑張ります、はい、お父さん勝ったで、勝った勝った。え、安定、全然動かれんかった。周りに飲まれた。え、もうない、怪我はない。いや、いけた。うん、うん、いけたいけた。あんま褒められなかったっすけど、次繋いでよかったみたい。この前、結構ひどい試合しちゃったんで、ベスト16の時に。いや、今日は少しは自分の実力出せたと思います。はい、ジャッジ豊永が30対29、赤、島田翔太。うわ、ああ、とりあえずよかったよかった。うわ、頑張った。相手の動きも悪かったね、やっぱ。いやもう緊張でしょ、やっぱ大舞台かかってるから、次次は大晦日だ、大晦日、次よっしゃ、よっしゃ、大晦日は頂点の時間からね。はい、あのなみんの、中途半端だよ、上足で上げるだけで前切りやめろ、あれ。まあ、勝ったから、勝ったから距離が、距離が全然勝ったから、今日は頑張りました、今日は頑張りました。ナイスバイクでした。どうでした？乾杯です。30対28、青ノイ、青ノイ、ありがとうございます。
50点ね。あざさん。反省点ばっかで、動きも硬いし、早い力バテたし、そうですね。練習してきたことも全然出さなくて。20点。もっと下がった。前回の試合よりももっとなんて言うんだろう、考えれるようになって、その試合にはそんなに出せなかったけど、自分の心の中の成長ができたかなっていう。30対29、赤ひろや、以上2回戦ひろや選手の勝利でございます。今まで試合中も全然考えれてなくて、もう向きになってやってただけなんですけど、今回はまだそのインターバルとか考えれたけど、それがまあ試合に出せないっていうか、その考えすぎて多分逆に攻めに行けなかったりとか、そういうのがあって思い通りにいかなかったけど、そうやっぱ一応勝って、まあ勉強できたんで、次にはつながると思います。まあ今回龍也くんが負けちゃったんで、まあ借りはしっかり返さないといけないんで、まあ最初からひろや選手と戦うとは決めてました、ね。